あの馬券の買い方はいつも言ってるようにまずねあの基本的には配当の高いものだけ買ってほしいんだよ。でそれを分かりやすく言うためにあの予想をお送りしているメールには50倍以上って書いてあるんだけども、それはねあのご自身でポリシーを決めてもらえばいいと思っていて、別に50倍にこだわってるわけじゃないんだ。ただあの、まあ、10倍とか20倍に安い馬券を買わないでほしいと、それを伝えたいがために50倍って言ってるだけで、まあ、私が40倍の方だったら40倍でもいいし100倍がいいと100倍でもいいと思うんでね、それはあのご自身で判断してもらってそれで買えばいいと思います。だからで本当はね、だからできればあの直前、まあ、直前ってまあ、ね、3分前よとかそういう話じゃなくて、せいぜい、ね、あの前のレースが終わった後のオッズを見てその自分が決めてる倍率以上のものをピックアップして買ってほしいと。でそうするとね、意外とそんなに点数はないはずなんだよね。で例えばさ、今日ちょっと順番にね、1レースからだとあのこうやって見ていくと26が29倍、61が58倍、で66が30倍、62が13倍、69が58倍、63が31倍なのね。と50倍以上ってポリシー決めれば2点しか買わなくて済むわけよ。でそっから先ね、まあじゃあこの50倍って決めて6点あって、まあ今なんだ11と69かな、この2点だけが58倍、58倍と両方58倍か、 58.1 と 58.8 でこれね、でまあ基本的にはこの2点でいいと思うんだよね。でね、そっから先でじゃあ何の馬券、どういう馬券を買えばいいかっていうところは非常に難しいところであって、でね、あのできればまああのまあ、このまま生まれで買うっていうのは一つの手ね、一つの手で、あともう一つは長い目のスパンの回収率だけを考えると、競馬ってね、穴を買うときは基本的に難しい馬券買った方がいいよ。で本命買うときは簡単な馬券買った方がいいよ。でなんでかって、それね、あのね、ほとんどの競馬ファンの心理というか、あのね、人間ってあのビジネスってビジネスがこの金儲けって人と逆やらなきゃ絶対儲からないわけよ。でみんなね、ほとんどの競馬ファンは何するかっていうと、穴の馬券を買おうとするときにはあの、あ、配当つくからと思って簡単な馬券に逃げるわけよ。これ3着に来たらもったいないなとか思って、あの穴を買えば買おうとすればするほど簡単な馬券に逃げる。だからそういう意味では穴を買おうとする人はワイドに逃げたり、まあ、まあ生まれんとかの、まあ簡単といえば簡単な方でね、今まあ、まあ、悪連とは今言わないけどね、生まれに逃げたりするわけよ。で本命買う人は何するかっていうと、本命って例えば生まれ3倍しかつかないよねっていうと、3倍の馬券買ってもしょうがないから馬単買うかってなるわけよ。でほとんどの人間がそうやってるわけよ。だ実際は例えば3倍の馬券ね、表裏買うと4倍と5倍だったりするんだよね。でそれそうなんだけど、この両方買ったら両方買った方が損するような形にしか難しい馬券ない。もうちょっと言うと3連単なんかはあの要するに本命の馬であればあるほど配当が難しい馬券は安くなるね、来るリスクに対して。6球のワイドが15から17、6球のワイドがこれワイド15から17倍なのね。で61のワイドって16から18でね、これ 何を言いたいかっていうと、3分の1の確率だとするとこれね、58倍で3分の1って19点いくつだね。でこっちも19点いくつでしょ。要するにこれだけみんな19倍、こっちはそこでしょ、これだけみんなワイドに逃げてるわけよ、穴買う人は。だから長い目で見れば3回に1回これ15倍が当たる、当たりが3倍になったとしてもせいぜい4500円から5000円ちょっとの配当しか取れないわけね。でもうちょっと言うと多分、まあ一般的にはね、多分3馬単難しくなればなるほど回収率が高くなって、
あんまりその穴を買うときは馬単に行ったり三連単買ったりしないよね人間って。あの馬連でも当たればいいやとかもったいないからと思うから、だいたいね両方買ってもあの両方買まあ難しい馬券に行けば行くほどあの回収率は高くなるんでね、今までの全部の統計を取っていくと。それは当然のことで、やっぱり競馬ファンが穴を買うときはワイルドに逃げるのと同じで、まあ、いつも馬単買う人も、まあ、生だったら馬連でいいやとかそういう逃げちゃうんだよね。そういう意味では穴を買うときは、できるだけ、難しい馬券買った方がいいと。で本当は馬連買うよりも三連単買った方が儲かるんだよね。でこの時ね買い方なんだけど、僕がおすすめするのは、例えばよくねこれで3連単買おうとすると、例えばなんていうんだ、軸馬が例えば6があってこう2、11、16、12、9、13で6点あるわけね。で6点あって、この組み合わせで 6×5 で、でそれにこれじゃあ1着2着3着どれでもいいようにマルチ買うじゃん、で180点になるわけじゃん。でこれだともったいないと思うのよ。で何を言いたいかっていうと、来たら困る馬券だけ買えばいいのよ。でさっき言ったように、50倍以上なら50倍以上って高いの決めたら、その2頭からの5点流しの今この場合今2頭2点しかなくて60して69しかなかったわけよ、50倍つくのね。この2点からの5点の2点のと60点ですもんね。うん、まあこれだマルチで買っても60点で済むわけよ。だこういう買い方をすれば3連単でもまあいいのかなっていう感じはするんだよね。でまあだから60点でね7万円取るのと2点で5000円取るの、2点で50倍取るのどっちがいいかって、まあ25倍、うん、まあそうね、こっちの方が全然いいよね。だからそういう意味では、まあ本当は僕は穴買えって言ってるわけだから、穴を買うときは長い目の回収率で考えると3連単とか難しい馬券を買えば買うほど本当は儲かるわけよ。